どうも、影です。今日はですね頭、えー、鑑即熱の体を作るっていうことについて、えー、お話ししたいと思います。えー、どういうことかというと頭の方が寒くて足の方があったかい状態っていうことですね。で体の状態をこの状態を保つとですね、えー、健康な状態になると。 いううこととが言えると思うんですね、えー、例えばですね、えー、頭に血が昇るとかですね、えー、言いますとですねあの頭に、えー、が熱っていうかこう上がってますねエネルギーが上の状態にあると上の状態にあるっていうことは、えー、浮き足立つとかね足が浮き足立つとかありますよねそういう言葉っていうのはやっぱり、あのー、足が血についてない状態っていうのはね 体にとっては、えー、悪い悪いこと悪いことですね悪いイメ,イメージというか悪い状態であることが、えー、上にこう頭に血が上った状態ですねだから最近だと昨日もねニュースでいろいろありま昨日あまあありましたけどもね、えー、コロナウイルスのことでいろいろ こう心配なさるることがあるでしょうけどもそのことで頭に血が昇るというかこう不安になってねあの頭にばっかりこう、えー、集中してしまってですね集中してしまってその一つしか見れない状態になってるっていうのはあまりよろしくないかなとそれよりも例えば腹が据わるとかですね、えー 地に足がつくっていうふうにこう下の方にエネルギーを持っていく下の方にエネルギーを持っていくことによってこう落ち着いてくるしあのいい状態が保ってるっていうことですねだからあの普段からその図鑑即熱の状態を保つようにえ意識するんですねこれは意識するだけでも全然変わってくると思います。どうう意識するかというと、い 頭にこうグーッとエネルギーがガーッと上がっているところをこう下げていくだからお腹の辺、えー、腹丹田ですね丹田のところにこう、えー、気,を気を集中させるというか、えー、エネルギーを集中させる、えー、気持ちを持っていくそっち側へ持っていくことによって重心が下に下がるんでねそうすると、あのー、状態としてはいい状態になってきます。 だからこう、ふわふわした状態というか緊張状態が下に下がることによって落ち着いてくるという状態を保てると思いますんで是非、あのー、ね、えー、こういう時期なんでね、えー、図鑑即熱という、えー、その意識をね持ってあの生活していただきたいかなというふうに思います。ということで、あのー、頑張ってねあの日々生活していきましょうということで。 今日の動画は以上となります。ありがとうございます。